スクレブスはオープンソースな DTP ソフトウェア。動作 OS は Linux、Unix、MacOS、OS に及び Windows。Adobe PageMaker やクワー r k e x p r e s s Adobe i n d e s i g n のように高度なページレイアウト機能を持つ。スクレブスは柔軟なレイアウト構成、食事及びプロ品質のイメージセッティング装置のためのファイル調整や動的、 対話的な PDF のプレゼンテーションや組版の作成を目的として設計されており、使用目的としては新聞、パンフレット、開放、ポスターや冊子などがある。スクレブスは SVG を含み広範な画像形式ファイルの利用が可能となっており、CMAC や ICC プロファイルによるカラーマネージメント機能が Python によるスクリプトとして組み込まれており、24。 以上の言語で利用可能である。印刷は、組み込みのレベル3ポストスクリプトドライバによって行われ、トルータイプやタイプ1、オパンタイプ等のフォント埋め込みもサポートされている。また、このドライバは、レベル2ポストスクリプトを完全にサポートしている。PDF への対応は、透過、暗号化及び入力可能なフォーム、注釈、ブックマークを含む。PDF のエクスポートは、 問題ないが、インポートと編集はできない。またスクレブスがエクスポートした PDF ファイルは、プロポーショナルフォントを含む場合アクロバットリーダーで検索することができない。ファイルフォーマットは、SLA と呼ばれ、XML で記述されている。オパンドキアメントのテキスト形式ファイルや、リッチテキスト、マイクロソフトワード形式及び、HTML 形式のファイルが、インポートが可能である。 スクレブスは、クワークエクスプレスや、マイクロソフトパブリッシャーインディスインなどの商用ソフトウェアのネイティブフォーマットを読み込んだり書き込んだりすることはできない。開発者はこれらファイルフォーマットのリバースエンジニアリングは非常に複雑であり、またこれらのソフトウェアの開発元から法に訴えられる恐れがあると考えている。マーチ2019スクレブス。 The Screbus Team 2019年3月8日閲覧。1.57リリースド Screbus。Screbus Wiki 2021年4月27日閲覧。Screbus Developer ブ,ブログ PDF Surgery。Screbus GPL Desktop Publishing More Hat。Screbus FAQ Hawaii アレゼアノー。Import Filters Fork Walk.Indice You Are Other Commercial. s i c DTP Applications SCRIBUS.net ありがとうございます。